はい、こんにちは、まめと申します。学生会議2実況プレイ続きやっていきたいと思います。で、猫の寺田さんと合流したので、寺田さんがね、502号室をね、ちょっと見てみたいということなので、連れて行きましょうということですね。はい、じゃあ、屋上に、あ、屋上なんだよ、屋上だよ、マンション街に行きますと。さっきの人が屋上って言ったから、ちょっと、ね、ついつい。何しようか。公園で遊ぼうよ。いいね。あ、ここだね。寺田さんどう？これ、結婚だよね。花ってのは何か意味あるのか？いや、特に。ここだよ。502号室。鍵返し忘れてよかったね。黙って入るのは気が引けるけど仕方ないよね。ふん。どう？何か感じる？そんな第六感的なものあるわけないだろ。とりあえず気になるところを調べるぞ。ほい。パソコン欲しいなぁ。いやぁ、パソコンがあるのは便利です。本全部処分するのはもったいないな。私はいらないけど。よいしょ。食器。この前水が張ってたんだよね。そういうのはどうなんだろう。お。ここの水、怪しい。幽霊って水辺に集まるって言うし、お忍びの時は水なんてなかったけどな。雨は降ってたけど。じゃあ気のせいか。私は怪異遭遇の経験がないから、テレビとかの情報で考えるしかないんだよね。確かにまあ、トイレって幽霊の定番だよね。確かに、洗面台特に異常なし。風呂とシャワーが一緒になってる。はい。幽霊って見えないんだよね。あんなことやこんなこと、覗き見し放題じゃん。しょうもないこと考えてないで働け。ふーん、ふかふかベッドいいねー。ダブル。お。飛び降りたか。何かわかる？多分俺と同じ水晶に封印されていた貝だろうな。まだ特定まではできないが。特定できそう？飛び降りた時のもっと詳しい状況が知りたい。現場だけ見ても何とも言えん。結局、寺田さんに話したところで何も進展してないな。このベッドで夜の営みを。何を考えてるんだお前。寺田さん他は？特に怪しいところはないな。そうね、今パッと見たところで。何もないよね。ふと思ったんだけど、今私たちが怪異に襲われるって可能性あるんじゃ。一人にしたらだから危ないんだよね。洗面台は特に異常なしと。どうなんだろう？パソコンがついたりとか？部屋を調べよう。まだ調べきってない。食器。どこが怪しい？こんな狭い空間で怪しい場所なんて。まだ、ベランダをもう一回ちゃんと調べてみるか。ほい。特に何もなさそうなんだけど。ベッドも、何もない。どうしよう。なんか。何も、ないな。怪異って具体的にどんなやつなの？種類によって様々だ。よくある人型だったり、物に取り付いてるケースもあるし、異様な形をしたものもいる。この部屋に怪異が存在しているかどうかの判別はできないの？できたらとっくにしている。早くも積んじゃったね。怪異が関係してない可能性もあるしな。管理人さんにバレたらまずいし、今日は切り上げるか。明日から本格的に調査しよう。おい。寺田さん、私の家に来なよ。キャットフードあるよ。悪いな。今は鈴の家に厄介になってる。7時には帰らないといけないんだ。東さんの家に住んでるの？てっきり学校に住み着いてるのかと思ってた。元人間だからな。野良で生きてはいけない。キャットフードも俺は食べられないからな。猫でも人間でもないんだね。
体の構造はどうなってるんだろう。どうでもいいよ。私、靴の病院に寄ってくから、また明日。体調でも悪いの？お見舞い。昔の友達が入院してるんだ。そうなんだ。じゃあまた明日。バイバイ。あ、そばかわくん。ちょうどよかった。斉藤さん、明日、日の上くんが埴輪を持ってきてくれるってさ。話したの？大事なことは何も話してないよ。埴輪がないと危険だしね。それもそうか。ところで何してんの？こっちはそばかわくんの家と反対方向だよね。病院に行くんだよ。本当に？僕が病院に行くのがそんなに変？うん、変じゃない。早く行こう。なんだろう。エントランス。靴の病院。18時30分、エントランス。柿本先生に挨拶に行ってくるよ。うん、上で待ってる。誰が入院してるんだろうね。特別患者室。椎抜き亮。久しぶりだな。亮、あんたも来てたんだ。ごめんね、桜。あんまり来られなくて。君が桜。あんた、よく来るの？月2回ほどだ。週3で通ってる和也には頭が下がるよ。まあ、一度も来ない奴もいるがな。そばかわくんなら、今来てるよ。つまらない冗談だな。あいつが来るわけない。本当だって。一緒に病院に来たから。おや、みずきちゃんも来てたのかい？お疲れ様です。あれ、そばかくんは一緒じゃないんですか？さっきまで一緒だったんだけどね。彼ならもう帰ったよ。あいつ。直情的なやつだ。君は追わないのかい？意味がありませんよ。追ったところであいつはここには来ません。友達の見舞いぐらい来たらいいのに。見舞いに来たところで桜が目覚めることはありませんからね。なら、なぜ君は見舞いに来るんだい？ただ、見舞いに来るだけじゃ、俺もここには来ませんよ。靴の町内で貝関連の怪我を負った人は必ずここに来る。何より柿本先生、あなたと話せますしね。会員の情報収集か。君は相変わらず貪欲だね。せいぜい頑張るといい。僕も協力を惜しまないつもりだ。ただし気をつけるように。最近靴の帳に異変が起きている。会が現れたんですか？会かはまだわからないが、それらしい患者が出た。先週から8件。8件。多いですね。他にもマンション街や商店街で変死者が出た。両方とも即死だったらしいよ。その二つを合わせれば全部で十件だな。靴の町では半年に一度怪が出現するかしないか程度だったのに、はっきり言って異常だよ。先週のうちに何かあったってことですか？和也と啓士と水木に伝えておくか。啓士！斉藤さん、もう病院はいいの？なんで桜と会わないの？無理だよ。僕は姫神さんとは会えない。桜があなたにはそばかわくんのせいじゃないんだよ。そうだね。僕のせいじゃない。でも僕なら止められてた。僕が彼女を止めるべきだったんだ。違う。誰も悪くない。あれは事故。事故なんかじゃないよ。間違いなく人の意思だ。それもくだらない理由のね。斉藤さんも理解してるでしょ？いい加減。名字で呼び合うの、やめにしない？気持ち悪い。無理だよ。一年前の事件で、僕はみんなとどう接していいかわからなくなった。桜さえ目覚めれば、きっと元に戻れるよ。姫神さんが目覚めて、死んだ人は戻ってこないよ。マンションの飛び降りの件、怪が絡んでる可能性が高い。
最近あのマンション街周辺で電波が悪くなることが多いらしいよ。お忍びの時も圏外になってたし、電波状況が会の出現の指標となるかもしれない。わかった、こっちでももう少し調べてみる。頼んだよ斉藤さん。4月22日火曜日、靴の学園、16時10分、1年1組。よし!ん?何をすればいいの?情報収集?現地調査?現地調査は昨日やったし、情報収集って言っても飛び降りについて知ってる人なんていないよね。とりあえず、埴輪を借りなきゃ。怪異を封印できるってやつだよね。日の上くんが持ってるんだったっけ?いつも通り食堂にいるかな?じゃあ食堂に行く前に、泉東也、その身長の低さ、不便じゃないか?お前に私の気持ちがわかるか!住んでるか。で、今日も、寝てる。あ?タイちゃん。誰だろう、タイちゃん。早く帰って洗濯物取り込まなきゃ。主婦かよ。昨日、猫さんが帰ってくるの遅かったんだ。ごめんね、私たちに付き合わせてるから。それはいいんだけど、あんまり危ないことしちゃダメだよ。ヒロから聞いたよ。何か調べ物してるんだってね。まだ怪異かわからないんだけどね。私に気を使ってるなら遠慮しないで。お姉ちゃんのことはもう気にしてないから。柏木さんも怪異の封印については協力してくれるの?もちろん。またお姉ちゃんが死んだ経緯、まだお姉ちゃんが死んだ経緯は分かってないしね。経緯?なんで夜中に学校に行ったのか。そこに日野って幽霊が水晶から出てきた。偶然とは思えない。なんだかんだ引きずってるな。顔には出てないけど。クラス内のグループができてきたね。今のうちグループに入らないとぼっち化するから、気をつけないと。そうだね。わかるよ、それ。Hey, ready? 俺と一緒にフィーバーしないかい?ごめんなさい。めっちゃぶったたかれてやんの。いつもの変な髪型のやつがいない。水木、大事な話がある。ちょっと、水木ちゃん?2組に彼氏がいるなんて聞いてないよ。同じ中学の友達なだけだよ。桜の件だ。ケイシとカズヤも呼ぶから、空いてる日が重なり次第連絡する。わかった。授業中ってなんで眠くなるんだろう。わかる。毎授業寝てたもんな、豆も。このクラスって雰囲気悪いと思わない?そりゃ恐ろしい髪型のやつがいるしな。あいつか。あいつしかいないな。もうあいつに決定だよな。隣のクラスには可愛い子がいるのに、俺のクラスには可愛い子がいない。部活どうしよっかな。いろんな部活に入ってみて試すのもいいんじゃないかな。くそ。何してんの?お忍びで携帯なくしたんだ。多分この教室だと思うんだけどな。探してあげればいいかな。愛は教育をなすのか。あの先生らしいわ。こういうぎゅうぎゅうなところに、ないか。隣のクラスの人が教室をうろうろしてるんだ。なんか怖い顔してるし、何があったんだ。あやね怖がられてるよ。授業ってめんどくせえな。まあね、それは言えてる。この前おばあちゃんが幽霊を見たって言い出したんだ。何もないところで転んで怪我するし、地方が始まったのかな。怪の仕業だよ、それは。1組に紫とかいうふざけた名前のやついるじゃん。あいつ俺とキャラ被ってんどうでもいい。ここは特に誰もいない。じゃあ食堂に行けばいいかな。ヒロに、埴輪をもらいに行きましょう。この柱でかいし邪魔だな。決めた。一年のサーサに告白する。やめとけ。何人犠牲者が出たと思ってんだ。そういえば、サーサさんまだ見てないな。俺は、この図書室、ブラックワールドの番人さん。すまん、なんでもない。意味がわかんねえよ。お前も中二病か。めっちゃかわいい。何くんだったっけ?
大丈夫？勉強でし、緊張してる？うん、ごめん。まあまあこんな美女3人に囲まれたら仕方ないよね。恥ずかしいからやめろ。めっちゃ可愛い。勉強に集中してる。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いんだけど。めっちゃ可愛いんだけど。たまには小説もいいもんだ。いや、ほんとごめんなさい。ほんと、ロリショタで。進学するなら今のうちに勉強しないとね。遅い、遅くない。本持ってるだけで頭が良くなった気分になる。それわかる、すごく。あ、いつもと違うお姉さん。沼原聖香。本の貸し出しはこちらでどうぞ。あれ？この人だったっけ？校長とかいないの？最近一日が短い。年取ったかな？まあ。一年生にはこの気持ちわかんないだろうな。わかるわかる。もう一気に過ぎるもんね。俺はこの学園のボスだ。何かあったら俺に任せろ。眠い。me too。俺と付き合ってくれ。何？意味わかんない。急に、どうした？食堂の唐揚げはマジうまい。校長室、私は校長に直接話したことないな。頭が乏しかったことだけ覚えてる。じゃあ、すごいマントを着た先生。副流煙があるからあんまり近づかない方がいいよ。ありがとう。タバコ吸いてダメだよ。じゃあ今度4人で行きましょうか。何が？学校の帰りに良さそうな喫茶店見つけたの。4人って誰と誰と誰？誰もいないテーブルに一人グラスを取る俺。かっこいいだろう。普通なんか狂ってる。はい、隣にいること話さない方がよばかだから。やっぱり、斬新な髪型がモテる秘訣だと思うの。と、私と一緒に虹色染めて、昇天ペガススミックス盛りにしてみない？嫌だよ。俺に愛してると言ってくれ。愛してる。ありがとう。おにぎりをもらった。ありがとう、本当に。じゃあ、お庭をもらいに。よいしょ。ああ、来たね。はい、埴輪。うん。おー、これが埴輪。思ってたより埴輪してるね。意味がわかんねえ。日本語おかしいよ。篠宮さんだっけ？と、クレイさんも会について知っちゃったんだね。仲間が増えるのはいいことだ。特に女子。キモ。おいおい、愛しのそばかわくんの前でそんな暴言吐いて大丈夫なのか？まだ言うか。え？みずきちゃんとそばかわくんってそういう関係なの？そういえば、たまに二人で話してるよね。ない。え？私、そばかわくんのこと嫌いだから。すみません。勘違いでした。謝罪します。じゃあ、何かわかったら連絡してよ。おい。そばかわくん、行っちまったぞ。せいち、とりあえずそばかわくんに土下座してこい。承知。ごめん、みずきちゃん、怒らないで。別に、怒ってないよ。うちのメガネがまた、粗相をして申し訳ない。もういいって。話題を変えよう。結局、これからどうするの？誰か事件を知ってる人を見つけるしかないね。よし、早く行こう。そうしよう。500匹、貝が出た割に、あまり被害が出てないな。俺たちが気がついてないだけか？メガネをかけてるくせに、バカってどうかと思うね。本当に、俺たちは協力しなくていいのか？いい、いい。じゃあ、もう出て、そういえば、体感前とかはどうなんだろう。ちょっと気になるな。もうしょうがないなぁ。はい。メガネメガネ。あ、かけてた。おじいさんか、お前は。俺はこんな学校よりもっとレベルの高い高校に行く予定だったんだ。インフルエンザさえなければ。私ってアイドルになるのが夢なんだ。そういえばこの靴の学園の卒業生にもアイドルがいるよね。そうなんだ。お。春って眠いね、ほんと。
いや、春じゃなくても一年中眠いんだけどね。ということで、回を調べる前に今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあ次回もまたよろしくお願いいたします。では、バイチー。